のさ、はい。めっちゃ気になってることがあるんだけどさ、何ですか？ロールパンナちゃんってさ、ロールパンナちゃん、はい。人じゃない？ロールパンナちゃんっていうのは、アンパンマンに出てくるキャラクターのこと？いや、逆にそれ以外に何がいいの？なんか怒られてるけど。急にアンパンマンの話で怒られてるけど、俺。ついに来人ましじゃたない？よ。全身ラジオ史上一番気になる話題。一番どうでもいいわ。気になりますね。ロールパンナちゃんいは、や、あれ、アンパンマンの世界って妖精じゃん。なん全員がか、妖精なの？ほとんど妖精だったんじゃないっけ？人間がなんなかんか全然。ジャムおじさんとかも本当は妖精なんだよね。人あ、間、なんか人型そんのなんだっ人たたよち。ね、確か。うん、確かそうだったはず。だけど、ロールパンナちゃんに関しては人。いや、パンですらねえもいや、ロールパンナちゃんは、ロールパンだよ。ん。違う、人。いや、ロールパンナちゃんの画像を出して、ちょっと出すわ、俺が、もう編集で。出した見て、出もうさ、これがさ、じゃあね、した。うん。ロールパンナですかっていう、あ、ロールパンですかって言われるのと、はい。これが、ロールパン。包帯を巻いた人ですかって言われたら、もう包帯を巻いた人じゃん、こんなの、もう。いえ、包帯を巻いたロールパンだよ、これは。違う、包帯を巻いたロールパンが、もう意味わかんねえよ、もロケット弾だう。ね、これ、何？よくよく見たら、こいつ。ほらほら、そうでしょ？この R、そうだ よ。この R 見覚えあるなと思ったけど。だから俺は疑問を抱いてんの。ロールパンナちゃん人間説。ロールパンナちゃん人間説？うん。じゃあなんでロールパンナって名前なの？だってメロンパンナちゃんいるじゃん。メロンパンナちゃんは、メロンパンだから、だからメロンパンナちゃんでしょ？だからロ見ールた目パンもナちメゃんロンパも、見た目もメロンパンだね。ン。だからロールパンナちゃんもロールパンだから、ロールパンなんじゃないの？いや、メロンパンナちゃんがうん。お腹空いてるんだね。うん。ちぎってやってさ、メロンパンを渡すシーンは想像つくの。まあまあそうだね。このロールパンナちゃんがさ、うお腹空いてんだねってギュッて取ったらさ、ん。うん。もう中身脳みそじゃん。ちはいってそんな感じじゃん、もう いや、ちょっとでもさ、メロンパンナちゃんは確かにメロンパンっぽいけども、ロールパンナちゃんはさ、ほら、包帯のがあるからさ、隠されてんだよ。ベールがさ、隠されてるからさ、わかんないいだや、けで。絶対ないよ、これ。もう、包帯取ったら人間だもん、絶対に、ここれんシなュの。ルルルってやったら、多分、ああ、ロールパンなんだなってなるかもしんないよ。だったらこれ、包帯してる意味ないじゃん。してる意味。いや、これロールパンナちゃんってさ、確かなんか、正体を隠してるみたいな感じなんじゃないの？違うのかだとしたらだよ、正体隠してるとしたらそれではそれでいいよ。な？うん。ただ、たまにはさ、一人でいるシーンぐらい包帯を外したシーンがあってよくない？ないんだよ、包帯を外してるシーンが。ということで、やっぱ人間なんだよ。待って、今ね、ロールパンナで俺、ググりました。はい。概要欄読みます。はい。メロンパンナの姉として、ジャムおじさんに制作されたパンの一人って書いてあおる。かしい、おかしい、おかしい、おかしいんだよ。書いてある。メロン違パう、ン、違う、こい違う、つのジャ違う、違ムおう。じさんに作られてるじゃん。いい、そんな風にね、論破された。レトさん、メロンパンナちゃんでもロールパンナちゃんでもない、論破ちゃんになっちゃってうるるけさいな。ど。ロンパちゃんはパンじゃねえだろ。いや、違うんだって、そん愛なのどうと説でも立いる証もん。ならず。いや、ないないない。いやいや、違う違う。俺はだってこんなのもう、だってメロンパン、ロールパンに見えるかって言われたら無理。師匠誠かって言われたら、ああ、師匠誠かってなるもならないよ、ならない。メロンパンナの姉として作られた、メロンパンナちゃんがお姉ちゃんが欲しいって言って、ジャムおじさんにリクエストして、メロンパンナの姉として作られたって書いてある。だから、後から生まれたのに姉なんだね。あ、そういう設定、そうそういういう設設定定ね。なんだよ。だったらチョコチップメロンパンナちゃんでいいじゃん。なんでチョコチップメロンパンナちゃん。チョコチップメロンパンで上位互換みたいなオレンさ。ジメロンパンナちゃんとかね。とか、そう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 。だから、ここんの、な人間だよ、これ。うん。包帯が悪いんだよ。だって、R ってロールパンの R でしょ？そうだね。
R をつけなきゃ分かってもらえないと思ってつけてんだよ、これもう絶対もう。ジャムおじさん、思ってる人として作ってしまったのーってなって、そうこの包帯巻いとく。あれこれ人間ですねーって。なんでその声そんなバカみたいな声じゃないだろ。あら人間ですねってなっちゃったんだ。真心そうってのが入ってるらしいんだけど、バイキンマンの工作によりバイキンそうが混在したまま誕生したため、不定期に善悪が逆転する宿命を背負っちゃったらしい。あ、そうだよね、ちょっと悪になる時あるもんね。そうそう、一時期のベジータみたいな。でもメロンパンナちゃんも一時期のベジータみたいに頭に M って書いてる。確かになってる。これしかもメロンパンナちゃんと頭に M あるし、あるよね。これもしかしてドラゴンボールと関係があるのかな。バビディによってね、メロンパンナの方がこれあれなんじゃないの、本当は隠すべきなんじゃないの。ああ、出してはいけない存在ってこと。そうなんじゃない、なんかこれ。いや俺は本当にこのロールパンナちゃん問題、いやアンパンマン事件だね。もうアンパンマン事件はお前の事件だろ。別件だろそれは。そうですね。そうですね。あのここで言っとくんですけど、はい、よくあの動画とかでアンパンマンの話題出した時に、うん、ちょっとキヨ大丈夫とか、はい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 、ちょっと NG だからみたいな、ちょっとねふざけたな流れよくあるんですけど、たまにあるね。はい、なぜそれが起きてるのかっていうのはちょっと今回説明しとくわ。もう確かに知らない人もいっぱいいるだろう。うん、キヨアンパンマンダメじゃんみたいな感じのふざけた流れ、うん、あれちょっと俺もいい気しないし、うん、善悪を判断してもらいたいわ、うん、なんでロールパンナっぽく言うんだよ。あ、バイキンソーが入っちゃってるパターンね今。はいはい、はい、ってごめん一人流した今。はい、あの私、はい、昔アンパンマンの動画を上げたんですよ。上げてました。あの赤ちゃん向け、子供向け、幼児向けアプリみたいな、なんかスマホのね。俺もそれ見たことあるわ。うん、でアンパンマンの歌に乗せて、うん、アンパンマンとかをタップしたら、うん、アンパンマンが踊ったり、うんうん、飛んでったりするみたいなアプリだったんですけど、子供向けですね。はい、まあ歌を乗せてしまったのと、まあ歌を乗せてしまったことですね。それでちょっと削除になりまして。いや意義あります。違います。なんすか。歌ももちろんあるかもしんないですけども、はい、そうじゃないです。俺ね、その動画すぐにこの世からいなくなった動画なんですよね、確か。まあ、すぐにお亡くなりになりましたね、はい。私、そのお亡くなりになる前に見たんですけど、はい。まず、俺もアンパンマンのゲームをやってて、うん、なので、あ、別のアンパンマンのゲームやってると思って、まあ、興味あってクリックするじゃないですか。うんうんうん、クリックしたらさ、本当に、多分ね、薬やってんだろうね。やばい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 って、一回クリック消したもんね。閉じたもんね。危ない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 。マイク落としちゃった。多分やってるんでしょうね、あれ。もう、ラリながら、はい、ラリっている状態で、もう、なんか本当、天丼マンみたいなテンションで、アンパンマンの歌を、本当悪ふざけですよね、ほんと。誰がどう見ても、はい、こいつふざけてんだろうって。そうですね。と幼児向けアプリで。子供向けアプリ。そりゃもう、はい、そりゃ怒るよね。まあ、怒られますよね。反射的に消したんだろうね、きっと。違う。あっちがってこと。そう、あっちがね。いや、そうですね。まあ、単純に、ちょっといろいろと、歌がね、完全に乗っちゃってたんで。あ、そうなんだ。うん、悪ふざけをしてしまったんで、はい、すいません。それに関してですね、はいはい、アンパンマンの動画を削除したっていうことで、今日アンパンマン大丈夫なのみたいな流れが完成したと。そのお前がよくもロールパンダの触れちゃいけない部分を触れようとするな。危険だよ、本当に。こいつまたやったなって怒っちゃうよ。でも俺別にそれで反省の意とかそういうわけじゃなくね。うん、反省してないんだ。反省してるよ、そりゃ。はいはいはい、申し訳ないなとも思いつつも、はい、レドルさんご存知だと思うんですけど、はい、私アンパンマンの LINE スタンプ全種類持ってますからね。確かにね、キヨさんが使ってんのを見て俺も買いましたね。それぐらいアンパンマンはすまないと。そうそう、確かにね、アンパンマンのやつよく使
使ってますね。使ってる使ってる。アンパンマンが幼虫になっちゃってる気持ち悪いやつとかね。アンパンマンがなんか馬の仮面をかぶって感情なくした顔になってるとかね。意図がわからないやつがちょこちょこあんだよ。アンパンマンスタンプに。あれはスタッフもふざけてると言っていいよね、あれは。ちょっとね、アンパンマンを面白く見てるよね。うん、ね、うん、いやでもアンパンマン好きだからね。アンパンマン好きだわ、やっぱり、うん、アンパンマン好き、面白いもん。まあ、ロールパンナちゃんはパンだったけども、人、ロールパンナちゃんはジャムおじさんに制作されたパンの一人。じゃ、待って待って待って、じゃあだよ、はい、アンパンマンを知らない人に、あ、ほぼいないと思うけど、ほぼいないね。ロールパンナちゃんを見せる、はい、これなんだと思うって。いや、それはあ、これパン戦士だねってなるんじゃない？なんで知らねえのにパン戦士って言葉出てくるんだよ。アンパ、総合力でアンパンマンに匹敵する最強クラスのパン戦士って書いてある。俺アンパンマンオタクに聞いちゃってんじゃん、その質問も。超音速で飛行が可能って書かれてる。すごいよこれ。パン戦士として最強なんだからね。いや、すげえの、ジャムおじさんだろもうそれ。確かに。そんなの作れる。そうね。まあ、だから俺はちょっとロールパンナちゃん人間じゃないかっていうのを押していく。触れちゃいけないとこにまた触れちゃったな。またちょっと闇に、そうだね、葬られるかもしれない俺が。これはね、うん、でもこういうのでアンパンマンを盛り上げていこう、一緒に。迷惑だろ。やっぱ子供たち、子供たちとさ、あ、まあ、じゃあ定期、ちっちゃい子がアンパンマン好きだから、定期的にこのアンパンマンのなんかね、闇みたいなのにちょっと行ってみようか。俺も一つあるからね。おー、カバオ、カバオくんとか闇じゃないよ、ん、都市伝説って言った方がいいよ。都市伝説ね。カバオくんとかいろんなうさこ先生とかいろいろいる中のチーズの存在とかね。そう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 、いいね、いい、いろんな、それはちょっと気になってますよね。俺チーズのモノマネめちゃめちゃうまいの。マジで？うん、ちょっとやってみて、ちょっとやってみて。あ、俺、うん、もう俺がやんの？うまいともなんとも言ってない俺がいきなりやらされんの？俺うまいんだよね、ちょっとやってみての流れおかしくない？何それ、比較対象なの？うん、下手な人から見たいから。山寺浩一さんですからね。はい、やってみて、ちょっと、はい、チーズのものまね、まあまあできんじゃないかな。あんあんあん、ほら、うまいんじゃない？レッドさん、え、レッドさん、はい、本当にね、やめて。え？うち下ネタ NG なの。本当に。急に。急にあえぐとびっくりするから、みんな。チーズ。チーズ。違う。チーズ。チーズはあえがない、そんな風に。嘘。ひど。本当にひどい、今の。いや、マジで、はめられたわ。はめられたって言ったらダメだな。ほんと、はい、また聞きましてがいます。すぐはめる、はめられる問題の話をしますからね。すぐってな、お前やってみろよ、お前。すぐ。ちょっと待って、レッドさん今ふざけてたから、もう一回真面目にやって。ふざけてない、ふざけてない。マジでふざけてない。ふざけてた、ふざけてた。ふざけてたから。あん。真面目にやってるじゃん、完全に。完全に真面目に。短いんだもん。お前やってみろよ、じゃあ。わかった、行くよ。ふざけてダメだよ。いや、あのね、うん、今ちょっといじろうとしてるかもしんないけど。してない、してない。あの、思ったよりうまくていじれないよ。ああ、確かに。そういうのも、凌駕したランクのうまさだと。いきます。はい。あっ、ああ、うまいわ。でしょ。しかも、ね、何があってもやめてあえぐのって言おうとしたんだけど、あえでもないんだよな。 あえぎに聞こえないでしょ、さらに。じゃあさ、何さ、悪だくみ状態でさ話しかけてんじゃん。じゃあさ、一回でいいんだけどさ、チーズがあえだやつやってよ。一回だけね、一回だけ。格付きゼロじゃん。あえだチーズやって。あえだチーズね。あえだチーズやってよ。うまいんだからできるでしょ。あん、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 あ
じゃあダメだ、これ絶対ダメだってこれ絶対ダメだってはい、やった、はい、ふざけたいや、はい、や、いや、もう最悪だわ、最悪、もう最低ですよ、ほんとに。アンパンマンはそういう風にしちゃいけないからね発端そっちだから。俺はちゃんと真似しようとしてたけど、お前は言われてやったからね。まあさ、そうだ、でもあえいだチーズを要求してる方が悪いけどねそもそもそのことを今隠蔽しようとしたけどダメだった。うまかった。いや、おかしいからね。普通に考えてさ、いや、ちょっとね、あえいだチーズやってよってさ、ド変態だからね。いや、あえいだっていうワード出したのお前だから。よくないよ。よくない。お二人ともよくないです。ワードを出したよ。二人、分かった分かった。罪を一緒に背負うわ。はい、次回はカルマ背負って、うん、次回はチーズは、チーズとは何なのかっていうね、チーズとはって、うん、そう、チーズとはっていう議題でまた話しましょう。これはあとカバオくんスタンプモノマネどっちうまいかやろうね。カバオくんスタンプモノマネ何何何何はい、うん、ってやつ知らない知らない、そんなのどっちがうまいかって嬉しい。あるじゃん別に得意じゃない、はい、ふんってやつ知らない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 よ、そんなの。何それ、あるじゃん、スタンプ使ってるじゃん。いや、お前が使ってるのはなんかわかるけどそのモノマネシリーズ知らないよ、別に知らないの、カバオくんスタンプモノマネシリーズ知らない、シリーズなんだシリーズだから知らない。じゃあお便りいきますよ、はい、もう、はい、アンパンマンで20分使っちゃったじゃん。アンパンマン、まあ、切るけどね。はいはい、あー、いきます。はい、ちょっと今回のお便り2通とも人としての我々に関してのことですね。まあさっき人として良くないことしちゃった後だからな。うん、はい、真面目にやろう。全身ネームかなやん。はい、キヨさん、レトルトさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。はい、早速ですが、うん、若者言葉でもある、若者言葉、陰キャと陽キャ、はい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 、といった性格の表し方について気になったことがあります。はい、それはゲーム実況者は、うん、動画ではとてもハキハキとしたテンションで実況していますよね。まあそうだね、元気にはやってるね、絶対。日常では陰キャ寄りの生活なのか、うん、はたまた陽キャ寄りの生活なのか、つい気になってしまいました。某気持ち悪い猫アイコンの実況者さんは急に悪い、まあ、下手したら俺かもしれないんだけど、お前だろ。実況者はみんな陰キャなどとおっしゃっていましたが、うわ、ひどいこと言うな。実際のところはどうなのでしょうか。まあネタで言ってるけどもっていうね、みたいな。お二人の意見を交えてお聞きしたいです。これからも全身ラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ついに俺らの派手な生活が表に出ちゃうのかな。出ちゃうってことだね、派手なね。うん、昨日もね、うん、ナイトプールねナイトプール思い出すの時間かかったなだいぶ時間かかったな。そのワード思い出してたんじゃないよ。陽キャっぽいの何か検索したら、俺の頭の中で検索した結果ナイトプールかな。キヨ君の陽キャのイメージはナイトプールなんだ、まあ、クラブ。あー、それはよ、ナイトプール行く要素がないもんな。ただうん、俺は実況者のことをみんな陰キャって言ってるけど、はい、俺の意見じゃん、それは。レトさんから見てどう思うかをさ。ゲーム実況者、そりゃ陽キャの人は一人や二人はいると思うよ。まあまあね、そりゃね、人によっては、うん、でもね、まずゲーム実況を始めちゃうという陰ゲーム実況に手を出しちゃうという陰ね。ゲーム実況はそもそもいいんだと。いいんです、完全に。はい、うん、なるほど。完全にダーク寄りだと思うんですけど、
その時点でまあ少なくとも陰キャスタートだね。ゲーム実況を始めた時は絶対に陰キャだね。なるほどなるほどなるほど、間違いなく。うん、陽キャ始めねえもんゲーム実況。まあ普通のさ実写の YouTuber っぽい感じのさ、ああいうのは陽キャ寄りだよね、どっちかというと。そうだね、みんなでワイワイ何かするとかみたいな、その本人がどうとかじゃなくてやってることは陽キャっぽく見えるよね、うん、そうだね。うん、ゲーム実況はいいんです。そう見えたら確かにいいんだね、完全にいいんだね。ああカビラジエに聞いたらね、言うもんね、きっと。いいんですって。はい、実況者みんな陰キャだとおっしゃっていましたが、はい、実際のところはどうなんでしょうかと。カットされるのかな。カットされるのかな。まあ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 、ゲーム実況という行為がいいんだとしたら、うん、実況者もいいんなんじゃないかっていうさ。あーまあそうだね。でもさ、陽キャもさゲームはやるからね、全然。そうなんだよね、陽キャもゲームは、うん、全然やるやるやります。ヤンキーゲーム好きだからね、うん、ね、うん、だそっからゲーム実況動画を作ろうっていう風に発想に至って、それを実際にやってしまうのがいいんなんだと。それはいいんですね。うん、いいん、別さんのどう、はい。じゃあ、はい、なんか言った？うん、なんもなんもなんもない。はい、じゃあ、キヨ、レトルト、牛沢、ガッチマンの4人いるじゃないですか。はい。陰キャランキングつけて、ちょっと。俺が？うん。陰キャランキングか。イメージで。うん、イメージでね。1位が一番陰キャ。1位が一番陰キャか。じゃあ、4位。4位、はい、陽キャ4位、はい、一番陰キャじゃないと思ってる人は、はい、ガッチマン。意義なし。3位、3位、キヨ。よし、これもちゃんとリアルに言ってるから。ガッチさんとかさ、趣味がまずマウンテンバイクみたいなね、ロードバイクであったりとか、うんうん、家族もいて、なんか元気で、この前会った時とか真っ黒だったしね。そうだね、家族でね出かけしたりね。そう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 、うん、陰キャは日焼けなんか絶対しないから。絶対しないから。すげえワードだな。はい。2位、はい、2位、ウシ。おお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 お、なぜなぜ、まあなんだろうな、だって俺の予想だけど、うん、牛沢という男は実況者の中でも一番家から出ていないよ。一番家から出てないとは思う。俺なんか出てないと思われがちだけど、ちょいちょい出るんだよね、うん、俺割と。そうだよね、家好きだけど家にずっといると暇で割と外出るタイプだから。出てるもんね。そう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 、なんだけど。まあやっぱ結婚しているっていうのと、うん、それだけでまあなんて言うんだろうな、まあちょっと確かにそのイメージはあるな、まあ、ちょっと1個ね、うん、あとなんかランクに行ってる、うん、あとお酒がなんか好きじゃん、そう言ってなんか、うんうん、あと野球が好きとかね、はいはいはい、あー、はいはい、そういったもの、あとなんか嘘かもしんないけどダーツ好きっていう噂もあるし、あー嘘ね、うん、嘘、多分嘘ね、嘘、それは嘘だわ、うん、多分引っ込みつかなくなっちゃったんだろう。引っ込みつかもうね。だってちょっとなんか思い出したかのようにたまに言うもんね。うん、ドーツいい、ドーツ好きだ、俺ドーツ好きだよね、急に思い出したかのように言うから、あれは引っ込み思案じゃねえや、引っ込みつかなくなっちゃったわ。そうで、私がまあ一応1位かな。わかりました。はい、じゃあ続いてのメールに行きます。もうやめろ。自虐してこう置き去るな俺を。なんでレドさんが、まあ、レドさん陰キャなのかな。いや陰キャってほど陰キャじゃないよ。だって昔だって、うん、昔はねかもしんないけど、今誰とでも正直割とコミュニティ力高く喋れてる気がするから、昔よりは、まあ、ね、うん、そんな感じするよね割と。うん、するする、結構するわ。うん、まあでもこの4人の中といえばやっぱなんだろう、人と会うのはやっぱめんどくさいって思うし俺。あーまあそっか、うん、まあ、会うのは楽しいけど会うまではちょっとね、やっぱ知り合いもそんなに増やしたいっていう感じじゃないというか、まあ、知り合いもそんないないもんね。いないですね。友達もいないし。いませんね。
なんかね、仲良くなったなと思った人からは嫌われるしね。なんだそれ、どういうこと。やめて、悲しいな、なんかそんなことがあったの俺の知らないところで。やめて。知らない、うん、こういうことあれだからね、あの冗談で言って、はははって終わらすと、視聴者の中で本当になってるからね。マジでね、本当だと思ってるパターンよく見るからね。ほぼ適当に俺ら喋ってるのにさ。うん、たまに信じちゃう人ね。そう、冗談ですから、全部。まあ、冗談、冗談。マイケルですね。だったら、もう全員なんだその咳払いは。でも俺がね、この前ね言ったね、マイケル・ジョータンっていうギャグはピカイチだと思ってるから自分で。ああ、あれ焼肉のジョータンが来た時にね。そう、マイケル・ジョータン、うん、マイケル・ジョータンっていうね、あれピカイチだ、ピカイチだった。その話どうでもいいんだよ今。はい、すいません。マイケル・ジョータンの話なんて。はい、お前がマイケル・ジョータン出したんだろ。いやいや、俺は今の流れでジョータンもジョータンマイケル・ジョータンじゃん。ああ、そっからさ、過去のさ、自分の面白かったことを掘り出してきてさ、いやー、あの状態に来た時の俺のマイケル・ジョータンっていうツッコミ一流だったなーみたいな。で、なんならウッシーの黒崎一歩はダメだったなと思ってるからね、俺。一歩一歩というお肉が来た時にね。そうそう、黒崎一歩。陰キャみたいな言い方してたわ、黒崎一歩。黒崎一歩は陰キャだけど、マイケル・ジョータンはあれだよね、陽キャだよね。どっちも陰キャだわ。はい、次のお便りいきます。はい、ありがとうございました。じゃあ実況者みんな陰キャだと。まあ、ほぼ陰キャです。ほぼ陰キャです。9割陰キャです。じゃあ続いてのメール、はい、これは私たちに関係あることでもありますね。今の話題とちょっと近いんだけど、はい、変身ネームマナポン、はい、さん、はい、キヨさん、レトルトさん、おはようございます。夜です。ね、夜です。あれじゃない、業界で働いてたらさ、業界の人なんだ、常にマナポン。そう、業界の人かもしんないから。おはようございます、うん、おはようございます。おはようございます。毎日動画楽しく視聴させていただいてます。ありがとうございます。早速相談なのですが、はい、私は友達に慣れ慣れしく接することができないのに困っています。おお、なるほど。友達には必ずちゃん付けをしたり、うん、さらには妹にもちゃん付けをして呼んでます。ちゃん付けって別に、まあ、ちょいちょい慣れ慣れしい感じもするけどね。まあね、うん、キヨちゃん、周りの友、そういうことでしょ。何、キヨちゃんってことでしょ。まあそういうことだね。そう、なんかちょいちょい、レトちゃん。あんまりそう呼ぶ人もいないからな。続きますよ。はい、友達には必ずちゃん付けをしたり、うん、さらには妹にもちゃん付けで、これ読んでないよ。もうすぐ騎士感あったけど、同じこと、同じ行読んじゃった、はい、周りの友達はお互いに暴言を吐き合って楽しそうに会話していますが、ああ、そういうことか。自分は嫌われるんじゃないかと思ってしまい、絶対にできません。はい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 。暴言を吐きたいわけではないのですが、うんうん、慣れ慣れしくできないおかげで上辺だけの友達が多く虚無感を感じます。なるほどね。そこで暴言マスターのキヨさんと、はい、初対面の方と壁を作りがちなレトルトさんに質問です。今は違うんですけどね、まあ、そういうの出てるな、まだ伝わってないな。どのタイミングで友達のことを呼び捨てにしたり慣れ慣れしく接することができると思いますか。あとお二人はいつそんなに軽口を言い合える仲になりましたか。よろしければ教えてほしいです。失礼なことをいろいろ言いましたが、これからも応援しています。頑張ってください。うん、今ものすごく距離感詰めてこの人言ってたけどね。暴言マスターって、うん、言ってたんで、うんうん、暴言マスター、失礼なこといろいろ言ったな、うん、言ってたな。全然できるじゃんって思うけどね。もう俺とレトさんもね、最初はそれはね、距離感はあったからね。あったのかな。レトルトさんって言ってたし、まあね、敬語、もちろん最初は敬語でね、話し合ってるし。そうだね、まあ初めはそれは仕方ないよね。うん、うん、なんかこれ俺の個人的な意見なんだけど、男女差があると思うんだよね。ほうほうほう。男同士ってさ、ある程度仲良くなるとさ、別に悪口言いたいとかじゃないけども、相手のさ、うん、あるいは悪口とか言って、なんかプロレスのようにさ、うん、言葉遊びじゃないけどさ、そういう、まあそうだね、俺らとか特にそれしがちじゃん。ちょっとまあ
軽くいじるぐらいのところから、ね、そう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 、別にその悪口を言ってやろうっていうよりは、うんうん、まあそれで面白くトーク進めたいっていうさ、そうだね、いじってしかも相手が突っ込んでくれるっていうのが分かってる感じだもんね。そうそうもうそういうプロレスをやるけど、女の子ってあんまそういうのしないような気がするんだよね。それが本当にイラッとする悪口と捉えられる可能性も高そうだし、ね、そうそう、それをなんか突っ込めるように返してくれるわけじゃなさそうだし、え、傷ついたなんでそんなこと言うのって言われたらさ、まあ、男だったらさ、うん、うんうん、もうなんだかじゃねえよとかさ、うん、いや誰が何々だとかで済むとかもところも、うんうんうん、女の子だったらえみたいな感じになったりするかもしれないもんね。まあありえるんじゃないかなっていうね、まあわかんないけど、まあそこで女の子がさ、うん、マイケル・ムーア監督じゃねえよとか言えればさ、一人だ、うん、シュレックじゃねえよだよ言えればね、それはいいんだけど、ね、そうだね、そこで言えればね、うん、ね、クレアおばさんじゃねえよ今日お休みなんですかって言ってさ、なんでそんなこと言うのって傷つく人だったら面白いとはならんよね。誰もこう言ってこなくなるよね、近藤さんには、うん、なっちゃうなっちゃう。でも面白く料理できて、ね、実際場が面白くなるからこれ成立するわけで、そういうことです、ね、必ずしもそれをしなきゃいけないわけじゃないからいいんじゃないかな。あと私暴言マスターって書いてるんですけど、はい、別に暴言マスターではないっすからね。そうですね、俺の日常的にはそんな言わないし、まずちょっと俺の方が段位は上かもしれないですね初対面の方と壁を作りがちな。でもだよ、でもこの人から見たらだよ、はいはいはい、暴言マスターってキヨさんはいじっても大丈夫でしょう。初対面の方と壁を作りがちなレトルトさんって、あ、ちょっといじりづらいからな。いじってる、いじる、普通にいじってんだろこれ別にお前も今思っただろ普通にいじってんじゃんこれ暴言マスターの方がまだちょけてる感じで、まだマイルドだと思うわ、うん、いじりづれえやつなんだわ。じゃあいじりづれえやつをいじってる感じなんだよね。いじりづれえやつはいじんじゃねえよでもこの女の人さ、なんかいい人っぽく見えるけどね。いや、そうだそうだね、別にこうやっていじってくれた方が俺ら的にはちょっと面白くなるパターンってあるわけだから、うん、そこは分かってるから、結局ケースバイケースでいじればいいんじゃないかなって思うわ。友達にちゃんつけて、妹にもちゃんつけてね。かわいい、確かに。いや、絶対優しい子だよ、この子。優しい子だね。ああ。そのままでいいんじゃない？慣れ慣れしく接するっていうことじゃなくて、俺もそのまんまの君でいいと思う。ね、変わらない君がいいよ。そう。変化を求めない君がいいわ。ちょっとずつ言葉変えていくゲームやらなくていいんだよ。そこで終わらしとけよ、もう。ちょっと瞑想しかけてただろ、今。いやでも変わんないでいいと思います。そう、別にそうね、その俺らみたいな感じのことはしない方がいいかもしんないね。余計なね、争いが生まれないと思う、うんうん、ただちょっとそういうのに憧れてるんだろうなとは思うね。うんうんうん、うん、俺らもね、いじっちゃいけないなって思う人はいじらないしね。そうね、いじったら怒る人にはいじりない、いじらないね、さすがに。ガッチさんとかウッシーとかね、全然ウッシーとか一番今回も全然いじれなかったし、いじれないね、うん、怖いもん怒ったら。そう、動画撮ってる間は実況者っぽいウッシーが出てくるけどさ、うん、撮り終わった時が一番怖いわ。さっき何なの、殺すよ、あれをいじりっていや、やめろよそのなんかオタクみたいな切れ方殺すよ殺すよはい偏見だけすっごい偏見言っていい何なんかオタクの女の子がいいそう偏見だよそれ、偏見よくない偏見だよ言わないから別にオタクの女の子そんなこと殺すよなんて言わないでしょ何殺すよって言わないでしょごめんなさい、また偏見が出てしまいましたね。偏見です、よくないです、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。故障ですから。はい。もういいから。なんか言おうとしなくていいから。そんな感じで、はい。こちらの方には、まあ、そのまま生きてきてほしいと。はい。で、悪口が言えるような友達ができたとき、うん。
その人を大事にすればいいんじゃないかなと私は思いますね。そう、向こうが言ってきたらこっちも言っていいっていう合図だから。うんうん、そうそうそう、うん、いじられたらいじっていいと思うよ。そう、それは間違いない。それでね、いや私いじんのダメですって言ったら、もうそのそいつとはね、そんな関係、うん、そうそう、仲良くなれませんから。あと嫌ないじり方とかさ、なんかなんだかやってよみたいなさ、うん、ちょっとモノマネしてよみたいなのが嫌な感じだったらやんなくていいと思うよ、うん、やんなくていいね。それでなんかやってたらさ、うん、なんかおもちゃっていうわけじゃないけどさ、うん、ちょっと下に見られちゃいしそうだよね。まあそういうのはあるよね、あんまやりすぎるとね、うん、うんうん、俺もさ、なんかさ、逆らえないからさ、人に、うん、だから本当は嫌なんだけど、うん、なんかモノマネとかさせられるもん、結構。そうだろ、今日もさ、今日もだってなんかさ、あちょっと、あー今日くんさ、あえでるチーズ、ほら、あえでるチーズ、ほらそれでやらなきゃいけなくなっちゃったからさ。いや俺もさ、やっぱなんか変ないじりされるもんね。普通にね、いやお前やってくれよモノマネって言われてさ、一生懸命やったら、あ、エーディンじゃんって嫌だったわ、本当に。いや違う、あれはあえてるからだもん。いや距離感がね、本当に。ちょっと待って、じゃあ最後もう一回聞かせて、あのチーズ。あーんあえてないだろ。いや違うじゃん、なんかレドさんね、チーズのモノマネをしてるんじゃなくて、うん、なるべくあえがないようにして、あーんって言ってるだけ、それ。ちょっとさ、ちょっともう一回チーズやってもらっていい？うん、いいよ。うん、普通のチーズでいいですか？普通のチーズでお願いします。はい。いくよ。はい。あん、あーん！あー。なるほどね。わかりました？わかりました。じゃあ、いきます、はい。これを、はい。何笑ってんの？何やってんの、本当に。うん。あん、あーん！でしょ、あえてない。違う違う、レドさん1個目は確実にあえてる。イエー、ダメだわ、よくない。一回じゃあ最後にさ、最後最後にでいいから、あの LINE スタンプのカバオくんお願いしていい？はい。それそれ何、それ、誰が分かる？誰が分かる？どっかの LINE スタンプのカバオくんがそれ言うんでしょ。ちょっとレッツさん、ちょっとさ、うん、聞いて、じゃあ、あー、LINE を今、LINE スタンプを貼るから、はいはいはい、はい、視聴者に聞かせれるのかな、いくよ。うん、これだな、いくよ。なんなの、最後の引き笑いみたいなやつ。みたいな、なんだ、鼻から息を出してる。なんなのそれ、はいでいいじゃん、なんでその最後鼻からの 息が漏れるやつ入ってる。多分カバオくんもあれなんだろうね、 LINE スタンプの音声取るときに漏れちゃったんだろうね。それまで入っちゃったんだろうね。はい、だから今度レッドさんに、レッドさん一回やってみて、これ、はい、いやだよ。それはやらない。